やっぱどっちが得意かって言われたら寒い方が得意ですよ。2000年だから7歳とか6歳とか。そんなの覚えてるんだ。まあ僕が言うのもおかしいですけど、すごいしっかり者だなって感じはしますけど。そうですね、どうもよろしくお願いします。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 まずは暑いですね。暑いですね。山口暑くないですか。どうですか、暑いですか。いや僕はなんかすごく暑いなって、まあ年のせいかな。暑いです。松本から来てからめちゃくちゃ暑いです。やっぱりですか。あ、でも丸選手はね、この暑さは、いやまあでも2年半離れるとやっぱり体慣れるもんで向こうに慣れちゃって。はい、そうですか。え、暑いですか。いやなんか暑く感じ、あの日差しは愛媛とかの方が強かった気するんですけど、なんか なんていうんですかね、やっぱジメッとしてるのかな、なんかこう体の芯にくる感じが僕はするんですけど、山口は今年の夏は山口っていうか今年の夏はですね、だから山口やっぱ暑いのかなって思いながら。でもよりお二人のこう出身地から考えると、幼少期を過ごした出身地から考えると、それは暑く感じるかもしれませんね。もう異次元、異国ですよ。慣れた体、そのさ、どさんこなわけじゃ。俺やっぱ未だにもうな、20年くらいその北海道離れて住んでるけど、はい、やっぱ慣れる気がしないもんね。もう暑いの無理です。やっぱ小さい時に環境が全然違うと何十年経ってもダメですか。やっぱどっちが得意かって言われたら寒い方が得意ですよ。確かに、うん、どっちがいいかって言われたら絶対寒い方って答えますね僕は。私たち多分暑い方っていうかも。なるほど。そう、出ましたけど、お二人の共通点といえば、はい、出身地なんですよ。そうですね、はい。でも私は北海道のことよく分かってないんですけど、はい、札幌市だけど、はい、でも厳密に言うと出身地は違いますよね。南区と、ああ、はいはい、そういうことですね。厚別区、はいはい、厚別区ですっていうところですよね、はい、北海道ってそれこそ面積がすごい広いから、はいはい、前選手は全然大丈夫なんでしょう。熊本とかまで車で行く。いや、ね、札幌にいるときは札幌からほぼ出ないっていう。これ多分札幌そうそうそうあるあるっていうか、遠すぎて、例えばじゃあ、ま、ギリギリ旭川とか帯広、稚内、釧路、ほぼ行ったことないです。サッカーでしか行ったことない。山口の人が例えばじゃあ、山口市に住んでて、でそこから、まあ、岩国の方とか下関の方とかに行ったことはあるじゃないですか。多分あんまりないっていう人の方が少ないかもしれないですけど、北海道はもう なんていうんですかね、北海道にいるからといってじゃあ全部知ってるかって言ったら行かないですよ本当に。だからどっちかというと県で見るよりも地方で見た方が山、中国地方、四国地方とか九州とかそういう感覚よりも多分でかいっすよ。なんか心が広くなりそう。いや別にこれは今思うと逆にもう少し北海道内を旅行しとけばよかったなって言いましたよね。そうそうそう、そういう話をして、そうそう、何も知らんかったなって。あ、地元のこと、うん、そうなんですよ、貴重だったんだなみたいな。で、気になるのはその、まあ、お二人の共通点です。今お二人が山口で一緒にプレーされてますけど、はい、前選手は山瀬選手をもちろんご存知だったんですよね。もちろんです、はい、ね、一番古い記憶は山瀬選手古いのは、2000年です。2000年、2000年って言ったらもうプロデビューの年ですよ。だからその時にコンサドーレが10万で上がったんですよ。そうだね、2000年のシーズンの。でその時、コウさんもいて、ナッサも。ああ、ナッサも。で、その時の、まあ、どっかの試合、ベルマーレだったかな。その時に決まった試合を、俺、テレビで見てる時にコウさんも出てて、多分ナッサも、はいはいはい。で、今のチェアマンのノンさんも。ノンさんもいたね。その記憶がすごい。それいくつ2000年だから、7歳とか。そんなの覚えてんの。でその時初めて J1 上がったのがめっちゃ印象残ってて、それを家で友達と一緒に
感染してたみたいな。はあ、どうですか。いや、もちろんスタジアム行ってますけどね、圧別に。なんか そうなんですよね。なんですよ。いや、不思議な感覚ですよね。6歳7歳の、まあ、言ったら子供を見ててくれたことを今一緒にやってるって。俺もなんかすごい嬉しいです。どうですか、山口選手。その山口選手が山口にいて、そこに帰ってきたわけじゃないですか。まあ、なんだろう、その帰ってきたは別として、郷司さんとなんかプロと一緒に できるのがなんかすごい感慨深いというか、今までも見てきた人だったんで嬉しさの方が強かったです。どんな存在なんですか。キレキレのドリブル。で 2年目ぐらいから10番背負ったんですよね。ね、3年目から3年目から、その当時の赤黒に白のスライク入ってるようなユニフォームとか持ってました。むずがゆいっすね。あんまりだからこういうなんていうんですか、地元が一緒 でなおかつ、まあ、幼少期に見ててくれたっていうことを、まあ、プロで一緒になるっていう機会がそんなにないんですよ。本当に限られた機会しかないので、すごく、まあ、不思議な感じはします。多分こっちも不思議な感じがしてると思うんですけど、やっぱ僕も不思議な感じがします。やっぱりそうやって見ててくれた人と地元が一緒でやるっていうのは。山口選手はだから、その6歳7歳ぐらいっていうのはもう当然ですけど、サッカーはもうずっとサッカー、ね、やってて、はい、でもう、まあ、間近どうなんですか、その山口選手の存在っていうのは、そのまあ地元が一緒で大先輩なわけじゃないですか、その当時から、はいはい、でもやっぱり雲の上の存在みたいな感じの認識なんですか。難しい。そんな なんか見方じゃないでしょ。ただ普通にプロ選手見てるっていうか、サッカーが好きでコンサドーレが好きで見ている中に浩二さんがいて、小夏さんもいて、絶対呼び捨てにしてましたよ、僕のこと。山瀬とかって絶対してるじゃないですか。だから僕らが子供の時に、まあ、J リーグの試合とか見て、でその選手を見てるっていう感覚と一緒ですよね。呼び捨てにして、カズさんのこと今カズさんって言ってますけど、カズって言ってたのとか、そういう感じですよね。で、どのプレイヤーだと山選手は今、前選手は思ってます、まあ、とりあえずまずやっぱサッカー IQ は高いなっていうの、うん、でその、まあ、どこでもできるじゃないですか。だからまずその部分で、そのやるべきことっていうんですか、ポジションごとでのそういったものをしっかりと理解してるからこそいろんなことができるんだろうし、でそれを可能にするのはやっぱテクニックだとか、そういうしっかりとした技術があるっていう部分で、すごくこうなんていうんですかね、まあ、プレーもそうだし、あと話してる内容だとか、まあ、声かけだとか、そういうのを見ててもやっぱ頼もしい感じがあるなっていうのは、すごく年下ですけど、すごくなんていうんですかね、頼りにしてしまうというか、まあ、僕が言うのもおかしいですけど、すごいしっかり者だなって感じはしますけど。嬉しいですね。だってもうめちゃくちゃ落ち着いてるじゃないですか。ずっと落ち着いてる感じしますね。そう、でもまだ20代なんですよ。そうですね。20代でこの落ち着きは僕にはなかったなっていうのが。やんちゃのドリブル。やんちゃのドリブル。ゴリゴリドリブルですね。いやだからすごくそういうのね、落ち着きとかで、ね、どこでそんなになったのっていうのは。こっちの人どうですか。山口県民、うん、まあ、まず優しいよね、みんな、うん、優しい、 いや優しくないですか、山口県民は。どうだろう、山口県民すぎて分からなくなっちゃって。山口の方ってすごく優しいというか、あとなんていうんですかね、結構気さくにこう接してくる方が多いかなって。別にいい意味でですよ、うん、うん、そう、あんまりなんか壁とかそういうのもなくて、まあ、そこも優しさだと思うんですけど、う
そういう感じの人が多いかなっていうイメージ。あんまり壁を作らないというか、なんか東京とかね、内都会になると隣にいるけど別になんか全く接点がないみたいな感じのあるじゃないですか。普通に、まあ、今家住んでて山口の隣の方とかとも普通になんか喋ったりしますその山口にいても私たちって結構北海道を感じることあるんですよ。いろんなお店で北海道物産って絶対あるんですよ。ありますね絶対あって、どこかで絶対やってるんですよ。あれってやってたら行きます？見には行きます。あんまりそれはないかな。それだったら逆に山口の地元の新鮮なものとか旬なものとかを食べたいっていう感じ。じゃあ山口のその食で食べて美味しかったみたいなのは、なんか海鮮ってすごい北海道はやっぱりすごいじゃないですか。あ、でも種類が違うからまた。確かにそうです。だから全然山口の海鮮もすごい美味しいですよ。例えば、例えば、せつき味とかすごい美味しかった。もうせつき味食べたことあります？ないかも。せつき味はさすが山瀬選手って感じがいやそれはまあたまたま嫁さんがね仕事やってる、あの関係でそれを使ってレシピ考えるとかがあったんでよく食べたんですけど、あれ美味しかったんですね。せつき味スーパーに売られてるんで。あるある。今もあります？時期的に今ちょっともしかしたらないかもしれないですけどね、うん、時期によるんですけど、でもよく、まあ、季節としては見る季節も長いって。本当ですか？うん、あの開いてあるやつ買って調理したら簡単ですよ。やってみてください。まず奥さんに頼みます。森さん料理しないで、ね、奥さんじゃね、ちょっと頼んで、はい、レシピ教えてもらって。いや、まあ、レシピっていうか、いや、まあ、焼いて食べるだけでも全然美味しいですけど。焼いて食べるだけで本当に美味しい。そうっすね。味出ると思わなかったな。あ、そうっすか。さすがだなと思って。こんなにお二人はこうやってお話するのっていうのはそんなにないですか？普通に生活してて。今日対談って形だからいっぱい話してもらってるけど、普段どうですか？でもまあサッカーの話とかはします、しますけど、そうですね、それ会った時ぐらい、そう北海道出身なんですって言って、で、小田さんの奥さんと僕が誕生日一緒、ああ、そうや、そう9月16日で、坪さんとも一緒で、一緒でっていう話をしたりだとか、坪さんも9月22日知ってますねじゃあ、本当に残りシーズンが少なくなってきましたけど、ファンとしてはお二人のプレーを、ね、楽しみにされてると思います。残りどんな風に戦っていきたいと考えているか教えてください。やっぱり、まあ、ここからいきなりじゃあ何かが、ね、大きく変わって、まあ、いきなりこうレベルアップ急にするだとか、やるサッカーを大きく変えるとかそういうことはないと思うんですよ。だから今までこれまで積み上げてきたものをじゃあどれだけ試合の中で発揮できるかっていうことがすごい大事になってくると思うので、まあそこに関してまずは日々のトレーニングの中から、どれだけこう、まあ、こだわって、自分たちのサッカーに、真摯に向き合いながらやれるかです。個人個人がですね、まずでチームとしてもそういう雰囲気を出せるように、まあやっぱ年齢的にも上なのでそういったところを個人としても意識しながら、チームにもそういう意識を持たせながらやっていきたいなと。でそのためにもうあとは本当にあれですね、一試合一試合なんていうのかな、まあ42試合の中の1試合なんですけど、そうじゃなくてやっぱりもうその1試合っていうのは、まあ言っても人生の中で見たらいい、もうその1試合しかないわけじゃないですか。なんか限られた1試合っていうものにどれだけフォーカスしてそこに全力注げるかっていうことをまずは意識してやっていくのがすごい大事かな。そうすればまあ結果はついてくるんじゃないかなと思っているので、そういう意識を持ってやっていきたいなと思っています。完璧ですね全部言ってくれる
どれだけ多くポイント取れるかっていうところも重要になってくるんで、まあ、下も狭あの詰まってるし、連勝すればまだまだ全然上に行ける、諦めない気持ちと、まあ、そのゲームの中でどういう風にゲームを作っていくかだったり、自分たちの時間じゃない時にどうやって我慢するか、その中で常にコミュニケーションを取らなきゃいけないし、まあ、誰がリーダーシップとかじゃなく全員がその気持ちを持ってやることが大事だと思うし、その中でやっぱ練習で、まあ、先輩だろうが後輩だろうが関係なく、年齢関係なくやっぱり言いたいことは言うべきだし、言い合って成長していくだと、していかないとチームとして強くならないと思うので、常に求めて、お互いに求め合ってレベルアップをして、少しでもポイントを取れるように、そして一つでも順位にいけるように、チーム全員で頑張っていきたいなと思います。最後にどうでした？対談というか、2人でお話ししてみて。そうですね、まあ、やっぱりその今、なかなか、練習以外のタイミングで一緒にこう時間を使うっていうことが、まあ、ちょっとできない時期でもあるんで、なおさらやっぱり話す、そのサッカーの話をがやっぱメインになっちゃうじゃないですか。本当だったらね、こういうプライベートなあまり当たり障りのない話とかっていうのをする時間とかがあればいいんですけど、そういうのがね、ないからっていうのあるんで、まあ、タカとだけじゃないですけど、他の選手ともやっぱりそういう時間あんまりないんで、逆に僕は楽しかったですけどね、久々になんかゆっくり話したな、ゆっくりというか、まあ時間は短いですけど、なんか話せたなっていうのもあるんで。なんかこういう対談とかで、なんか地元トークをあんまりすることが初めてだったんで、なんか新鮮っていうか楽しかったですし、まあ、英子さんも今こういう状況の中で、プライベートの時間では会えないので、こういう時間を大切に、そこからなんかどんどん広がっていけばいいかなっていうふうに思うので、すごいいい時間でした。よかったです。今日はよろしいですか？今日はありがとうございました。ありがとうございます。はぁ、素晴らしい。面白かったですね。ジンギスカン。買わない。ジンギスカンはありますか？ジンギスカンって育ってますもんね。あ、そうやね。うん。別に、だから焼肉食う感覚っすよ。ジンギスカンが？そうそう、家とかで。え、家でジンギスカン食べるんですか？はい。え、なんで？だからなんか北海道の人は一家に一台ジンギスカン鍋持ってんじゃないかって言われてるけど、全然持ってない。それは持ってない。ホットプレート、ホットプレート。それはホットプレート。全然持ってないから。だから山口県民が一人一枚で瓦そばと瓦持ってんじゃないかって。持ってないでしょ。持ってない。ホットプレートで瓦そば作りますでしょ。フライパンで何なんだろうって思います。それと一緒です。それと一緒なのか。ジンギスカンフライパンでやります。ジンギスカン私人生に一回も食べたことないかも。嘘でしょ。あ、だから昨日でサッパー売ってました。普通の。あ、そうなの、うん、松尾ジンギスカンのやつ売ってました。松尾ジンギスカン。そうそう、松尾ジンギスカンっていうのが、まあ、まあ有名買って帰りますか。じゃあちょっと食べてみよう。はい、ありがとうございました。